さすがノエルのお兄さんね。あの対空砲撃をくぐり抜けて入り口に機体をねじ込むなんて。無茶だが腕は確かだ。無事でよかったよ。せっかくメジオラ高原で助けたんだから死なれたりしたら泣いちゃうよ。そうね、彼は強運の持ち主なのかもしれないわね。結構なことさ。このご時世それぐらいでないと生き延びられない。俺たちみたいにね。言えてる。